こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。で、皆さん、どんな男性がモテると思いますか？結構ね、顔がいい人がモテるんじゃないかとか、お金を持ってる人がモテるんじゃないかとか、身長が高い人がモテるんじゃないかとか、いろいろね、思う人がいると思うんですね。でも、顔がいいだけでも、身長が高いだけでも、お金を持ってるだけでも、モテないんですよ、本当にね。で、結構ね、自分の容姿を気にしていて、顔がかっこよくないからモテないんだっていう風に思っちゃってる人も多いんじゃないかなって思うんですけど、本当にね、容姿が一番関係ないじゃないかなと思います。くらい、非イケメンでもモテてる人ってめちゃめちゃいるんですね。じゃあ、非イケメンでモテてる人は何をやってるのか、ただの非イケメンだけで何もしてない人は確かにモテないかもしれないけど、でも非イケメンでもモテてる人って実際にたくさんいるので、その人たちが何をやっているのかっていう、そのね、方法を今日は5選ということで、非イケメンでもモテる方法5選ということでお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、 YouTube よりももっと詳しい話、そして私と直接お話ができる機会のご案内もさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では非イケメンでもモテる方法5選、まず1つ目、気がついてくれるです。もうね、女性は気がついてほしいんですよ。よく聞いたことありません？なんか私変わったところないみたいな感じで、自分の変化に気づいてほしいと思うんですね。で、特に髪型だったりとか、これはあなたに見せたいとか、まあ、可愛く見られたいからやっている自分の努力ですよね。その細かい努力、わかりにくいかもしれないけど、その努力に気づいてくれる人に対して、まあ、多大なる信頼感と安心感と嬉しさを感じるんですよ。そして、そういう気持ちをくれるあなたに対して、いいなって思う、好意を持つ、好きになるっていう流れができてくるんですね。でも多くの男性って本当にね、近いものをあんまり見れない性質があるので、なかなか髪型ぐらいじゃ気づかないっていう人多いんですけど、だからこそ、ね、見えない人が多いからこそ気づいてあげることが大事なんですよ。相手をよく観察してれば分かる話、例えば飲み物がなくなったら飲み物何か飲みますかっていう風に気遣いをする、それだけでも本当にね、モテ度変わってきますので、ぜひね、相手の女性をよく見る、気がついてあげるっていうことをしてあげるといいかなって思います。はい、そして2つ目、気を使ってくれるですね。で、気がつけてくれてもさっきも言ったけど、気を使ってほしいんですよね。心配とかね、心配してほしいし、気も使ってほしい。で、気を使いすぎるのは逆にね、NG なんですけれども、でも多少の気遣い、飲み物大丈夫ですかっていう風に言ってくれたりとか、暑くない？寒くない？とか、足痛くない？とか、ね、デートで遠出した時に、女性ってもうね、大体の女性の足を見てほしいんですけど、結構靴ずれしてるんですよ。で、スニーカーだったら別に大丈夫だと思うんですけど、私とかもね、夏になるとサンダルになって、絶対にもう 100% 靴ずれです。で、この間も結構激しい靴ずれをして、もう気づいたら血が出てるみたいなね、ことも何回もあったし、せっかく治ったかと思ったけどまたなっちゃったとか、で、万年夏は靴ずれしてるとかあるんですね。で、そういうところをちゃんと気を使ってくれて、足大丈夫、痛くないとか、ちょっとお休むとか言ってくれると、なんて優しい人なんだろう、私のことすごい気にしてくれるじゃんみたいな風に思ってもらえます。なので、ぜひね、気を使ってあげる、まあ、杉原の NG なんですけども、気を使うっていうことは大切なので、やってあげてください。はい。そして3つ目、楽しそうにしてくれるです。女性にはね、母性本能っていうのがあるので、自分と一緒にいることによって、喜んでくれる人に対して、もっとやってあげたいなって思うんですね。まあ、これ男性もそうだと思うんですけど、あなたが楽しそうにすることによって、自分も楽しくなる。そして、もっとやってあげたくなるっていう、いいサイクルができるんですよ。だけど、多くの男性が、感情表現だったり、表情だったりとか、それをこう動かす表情筋も関係あるんですけど、なかなか自分のね、思ってることを素直に表現できる人って少なかったりするんですよね。だから、チャンスなんですよ。もうね、楽しそうにあなたがにっこり、もう超楽しいとかって言ってるだけで、あ、また会いたいなって、こんなに楽しんでくれるんだったら、また会いたいなとか、またね、もっと仲良くなりたいなっていう風に思ってもらえますので、楽しそうにするっていうのがすごく大事かなって思います。はい。そして4つ目、自信がある。要は堂々としてるんですね。で、堂々とされると安心感、
自信がある人って安心感を得るんですよ。あなたが何があっても、あ、大丈夫だよとか、で、僕はこれができるから任せて、任せてとかもかっこいいですね。なので、ね、あなたが得意なことは僕に任せてっていう風に言葉を伝えてあげるとか、態度や喋り方が堂々としてるっていうのは女性にとってはすごい安心感につながるので、喋り方もね、ゴモゴモ喋るのではなくて、はっきり喋るっていうこと、別に声を大きくする必要は全くないんだけれども、なんか自信なさげに喋ってるとこの人大丈夫かなって思うんですよ。なので、はっきり伝える、言い切る、ね、これは任せてとか大丈夫だよとか、そうやってね、言い切ってあげるだけで女性にとっては安心感につながって、あなたに好意を持ち出しますので、ぜひ自信を持ち堂々とするっていうことをやってみてください。はーい、そして5つ目、余裕があるです。もうね、余裕はめちゃくちゃ大事。もう女性の方がね、結構感情の波が激しいんですよ。もしあなたが、自分は結構感情の波激しいよって思うかもしれないけど、女性はもっともっとなんですね。デフォルト激しいみたいな。私は逆に安定している方なんですけど、それでも気持ちがすごいブレる時もあるし、特に女性は生理があったりするので、もうね、ホルモンのバランスがもともと崩れるんですよ、あの、体的にね。そうすると、もうなんかパニックっちゃったりとか、もう冷静になれなかったりとか、感情の波があって余裕がなくなっちゃったりとかあるので、そんな中で男性が余裕を持って自分に接してくれたりとかすると安心感です。またそしてあなたを好きになりますので、ぜひ女性に対してね、余裕を持つということをしてあげるといいかなと思います。はーい、ではおさらいしますね。非イケメンでもモテる方法5選。まず1つ目、気がついてくれる。2つ目、気を使ってくれる。3つ目、楽しそうにしてくれる。4つ目、自信がある、堂々としている。5つ目、余裕がある。これ本当に大事なので、ぜひやっていただければなと思います。はーい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。この間言ったかな、この間言ってたらごめんね私すごい体重が太って、てか太ってたのに、なんとなく気づいたんですけど、気づいてたのに見ないふりをしてたら、ちょっと2連続で大丈夫かな、痩せるかなかって言ったことは痩せなくって、で、その後ちょっとだけダイエットしたんですよ。ところてんを食べたりとか、食べなかったりとか、何もね、しても全然痩せなくて、もうなんなのみたいな、こんなに頑張ってるのになんで痩せないんだろうって思って、ある時オートファジーっていう16時間だけ食べ物を食べない、あとは何でも食べていいっていうね、ダイエット方法、まあダイエットなのかな、プチね、プチ断食みたいなのがあって、でそれをやったら体重がね、減ったんですよ。元に戻った。まあまだ戻ってないな、あと1キロぐらいなので、なんかいろいろやってね、やっと自分に合う方法を見つけて、あとはね、若返りとかもいいみたいなんですよね。皆さん、自分でダイエットしたことある方は、ダイエットしたことあるよって書いていただいて、このダイエットしたよとか、成功したよとか、失敗したよとか、そういうのを教えていただけたら嬉しいです。はーい。ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、私と直接お話ができる、ご案内もさせていただいているので、よかったらお友達になってください。はい。では、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。